きなりだが今回は1971年に発売された初代スバルレオーネをゆっくり解説するぞ。どうしたのいきなり、しかも初代レオーネだなんて渋すぎる。最近スバルとホンダの沼にどっぷりハマってしまったんだ。だったら初代レガシーにしてよレガシーに。レガシーもいい車なんだがちょっと最近すぎる。レガシーのご先祖様はレオーネだぞ。初代レガシーは30年以上前の車ですけど、ストライクなのは60年代後半から70年代中盤。車もそうなんだがその車を開発した偉大な開発責任者の人たちが面白いんだ。ホンダなら本田宗一郎氏、スバルなら百瀬伸六氏、日産なら桜井真一郎氏、トヨタなら長谷川達夫氏。まさしくレジェンド個性の塊、そうそうたるメンバーね。この頃の国産車はまだ創世期、試行錯誤が繰り返されていた。だから設計者の車に対する哲学が車にダイレクトに反映されている。ふむふむ。しかも開発者の老いたちも全然違うのにものづくりに対する情熱は全員半端じゃなかった。そんな人たちが作った車たちだから当然車も超個性的、そこがとても興味深くて面白いんだ。うんちくはこれくらいにして。それでは早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。今回も当時の社名はスバルではなく富士重工なんですがスバルとさせていただきます。1958年にスバルは RR リアエンジンリアドライブの軽自動車スバル360を発売、国民車として大衆の足となり大ヒットする。続いて1961年 K4 のキャブオーバーバントキャブオーバートラックのサンバーを発売、これがまたヒットを飛ばす。さらに66年、1000cc の小型車スバル1000を発売、水平対向エンジンの FF 車フロントエンジンフロントドライブで 1500cc クラス並みの広い室内を実現。ちなみにこの FF という言葉は今ではごく一般的に使われているけど、もともとはスバル技術本部の社内での技術記号だったのよ。開発が困難を極めた等速ジョイントインボードブレーキデュアルラジエーターセンターピボットステアなど先進で非常に凝った作りの車だった。この3台の開発責任者は百瀬伸六氏ね。百瀬氏は東京帝国大学を卒業、42年中島飛行機に入社、誉れエンジンの改造を手掛けた。戦後、富士重工の開発責任者としてスバル360サンバースバル1000を手掛けた天才技術者。優れた道具としての車の研究開発が技術や百瀬の哲学だった。このスバル1000が発売された66年はマイカー元年と呼ばれトヨタカローラ日産サミーが発売された年。メカニズム的には2台よりも最新技術を投入し非常に凝った作りだったが、内外装のデザイン、バリエーション、価格、販売網など全体のパッケージで見るとライバルよりも差をつけられる結果に。時代はまだ自動車発展の初期でユーザーは俺だけの最新のメカニズムよりもお隣も乗ってる安心感を選んだんだろうね。価格もスバル1000の方が高かったし。だが個性を尊重し合理性を好む円数には好まれた。そしてマニアックさに気がついた一部の飛行機好き変態さんたちにも大歓迎された。この変態マニアさんたちは後にスバリストと呼ばれるようになるのよね。モデル末期に 1.1 リッターのスバル FF1、1.3 リッターのスバル FF1300G を投入するが販売台数にはあまり大きく影響しなかった。しかし、ラリーカーとしてのポテンシャルは非常に高く発売から4ヶ月しか経っていない66年の日本アルペンラリーに初出場、格上のライバルたちに混じり総合3位を獲得する大活躍。大きな出来事としてはスバルは経営難に陥り68年に日産と提携し日産の傘下に入ることになる。そして百瀬氏は今までの設計本部から技術本部へ。これにより百瀬氏はレオーネの開発には直接関わることができなくなってしまう。これが残念で残念で、百瀬イズムが注入されたレオーネを見たかった。結局百瀬氏が開発責任者を務めたのは3台だけ。スバリストたちもがっかりしたでしょうね。なお、1999年に日産が経営不振でルノーの傘下に入ったことにより資本提携は解消された。99年、日産出資分の株式を GM が取得、スバルは GM グループの一員となるが、今度は GM が経営不振で解消、2005年にトヨタと資本提携を結びトヨタグループとなり今に至る。浮き沈みが激しいわね、スバルを傘下に持つと経営が苦しくなる？たまたまだ。スバル360のヒットにより自動車メーカーとして素晴らしい第一歩を踏み出したが先進の技術を投入した自信作スバル1000の不振により業績は低迷日産と提携することになってしまう。83年にジャスティドミンゴを発売するまで乗用車は K4 のレックスとレオーネの2種類だけだったんだから、これってすごいことよね。首脳陣はスバルが作りたい車を作るのではなく、お客様が欲しがる車を作るに方針を変更。徹底した顧客調査を行う。そして1971年初代レオーネを発売する。社名の意味はイタリア語でオスライオン勇者の意味キャッチコピーは野生の響き。初代レオーネは71年にデビューし79年まで生産される。普通4年でフルチェンするから2世代分作ってたんだ。モデルサイクルは2代目、3代目も5年間とちょっと長めだ。
だが初代レオーネはどんどんバリエーションを増やし、モデル末期には全幅を50ミリワイド化し、エンジンは 1.4 リッターから 1.6 リッターに拡大された。現在のスバルシンメトリカル AWD の基礎を築いた偉大なモデルだ。へえ、知らなかった。初代レオーネに興味が出てきたわ。デビューは今までのスバルらしからぬ驚きの展開。ヤング層を狙い、まずはスポーティでラグジュアリーな1400クーペのみでの発売。前作 FF1300G も1年間だけ併売される。デザインは当時流行っていたロングノーズ、サッシュレスドア、抑揚の大きなコークボトルライン、カットインタイプのテールランプ。エンジンの全長が短いのが売りの水平対向なのに、ロングノーズじゃ意味ないわね。日産の影響力が大きかったんじゃないか。インテリアは木目調インパネにオーバーヘッドコンソールと、今までにはないスポーティーでゴージャスないでたちでの登場。エンジンは FF1 の 1.3 リッターから 1.4 リッターへ拡大された水平対向4気筒 OHV、 スポーティーなツインキャブ93馬力は4速 MT で最高速度170キロをマーク。フロントサスはウィッシュボーンからマクファーソンストラットに、インボードブレーキは整備がしやすいアウトボードブレーキに、ステアリング紐マイルドに変更。駆動方式はもちろん FF。このあたりは仕方がないけどコストカットね。CM も人気歌手を起用し、今までのスバルにはない展開で話題となる。72年には4ドアセダン、2ドアセダン、エステート版 4WD、スポーツモデル 1400RX を次々発売。レオーネエステート版 4WD は現在のシンメトリカル AWD の元祖となる車。もともとは1970年、宮城スバルに東北電力からの車両開発依頼から始まる。依頼の内容はジープより快適で1年間を通じて使用できる現場巡回車両の開発だった。それまで送電線の保守作業車両として豪雪の時期は高額な 4WD ジープを使用し、柿は取り回しの楽な普通の車両等。使い分けていたが、使い勝手の悪さや快適性、コストを考え豪雪時でも走破性に優れた快適な車両の開発依頼だった。早速宮城スバルはスバル1000番に FF1 の 1100cc のエンジンを搭載した手置きエンジンのメリットを活かし、トランスミッションを改造し510ブルーバードのリアアクスルを装着した 4WD 車の試作車を10ヶ月後には完成させる。71年2月に早速、積雪テストを行う。二輪駆動の乗用車をはるかに超える走破性と、乗用車と変わらない取り回しの良さと快適性を備え、テストは無事終了。最低地上高をジープと同じにすると、車重の軽さから走破性はジープに劣っていなかった。早速開発作業を群馬製作所に移管し、翌月の3月には FF1300G 版をベースとした 4WD の試作車を2台完成させテストを開始する。積雪テストの関係か。それにしても仕事が早い、素晴らしい。テスト結果も良好で、 FF1300G4WD は8台の少量生産となり、5台が東北電力に納入された。このモデルはカタログモデルにはならず。そして71年、東京モーターショーに出品。ノーマルとの外観の違いは車高20ミリアップだけのため、床に鏡を置き、ボディサイドにスバル 1300G 版四輪駆動車のステッカーを貼り訴求。72年にレオーネエステート版 4WD として発売する。エンジンは 1.4 リッター77馬力のみ。車重は FF プラス55キロの1365キロ。最低地上高は210ミリ、バンパーにオーバーライダーを装備。オーバーライダーって何？フロントバンパーについてる黒いパーツのこと。縦列駐車時、前の車とのスペースが狭くて出れない時、前の車のリアバンパーをこの黒い部分に押し当てて、スペースを広げるためのバンパー、へこんだらこのパーツだけを変えればいいんだ。今じゃそんなことする人は日本ではいないけど。ミッションは4速 MT、FF と 4WD の切り替えはセレクティブ方式で、走行中でも切り替えが可能。最高速度は下比をローヤードに振って15キロダウンの140キロ。翌72年の東京モーターショーではレオーネスポーツワゴンをプロトで出品。サンルーフ、ルーフレールがついていた。実際に 4WD ワゴンが発売されたのは9年後の81年で、2代目になってから、すぐに発売されていたらスバリストたちは喜んだだろうに。スポーツモデルの 1400RX はツインキャブ、ハードサス、5速クロスミッション、四輪ディスクブレーキを装備した。RX の意味はラリー X 可能性の意味。ボンネットの RX が誇らしい、WRX に通じるものがあるわね。1400RX は74年の日本アルペンラリーで見事総合優勝。その後、安全で速い車を作るため、メキシコやオーストラリアの海外冒険ラリーに挑戦する。さらに73年ピラーレス2ドアハードトップを上級モデルとして発売。リアウィンドウの傾斜角を変更し、後部座席の居住性を向上。C ピラーを太くし、ランプトップ風でドレッシーでおしゃれ感を出す。丸目2頭から4頭になりきりりと精悍な風貌に。今までのスバルにはなかったおしゃれ感。ルーフは15ミリアップ。75年世界初の 4WD 乗用車スバルレオーネ 4WD セダンを発売。アクロでの驚異的な走破性を前面に出し、雪国や山岳地で人気を得る。最低地上高は190ミリもあり、大型の泥除けがいかにも4クらしかった。丸目4頭に4ホイールドライブのバッジが誇らしい。
けどタイヤハウスの隙間が広すぎで親父ぽくってもっさりかなりね。当時はそうだったが今見ると絶妙な車高だな。排気量は 1.6 リッター80馬力に、タイヤはオンロード 455SR13。売りはもちろん 4WD だがサスペンションも凝っていた。前ストラット、後ろセミトレーリングアームの4輪独立喧嘩。当時 4WD で4輪独立は唯一の存在だった。アメリカにはスーパースターの社名で輸出される。一般道では4独によるしなやかな FF、いざアクロになるとレバー一つで 4WD に変身、素晴らしい走破性を発揮。4WD にありがちな悪い燃費、効果、ガサツな乗り心地、のいずれもなくオールラウンドなファミリーカーとして高い評価を得る。70年代中盤になると排気ガス規制が本格化、世界一厳しいと言われた53年度排気ガス規制を一番にパスしたのは77年マイチェンを行った A33 レオーネ。71年から発売されたレオーネは6年目を迎えフロントマスクを変更し前幅が60ミリワイドになる。ライバルのカローラとサニーはこちら。70年代のデザインはどちらも個性的よね。エンジンは 1.6 リッターに拡大された EA71 はツインキャブ仕様で95馬力にパワーアップし 1.4 リッターとの2本立てとなる。フロント荷重を増やすためエンジンルーム内にスペアタイヤを乗せるのはレオーネの伝統ね。2ドアハードトップセダンのテコ入れとしてグランダムを発売輸出用の大型バンパーを付けグリーン、ブルー、レッドにホワイトのインテリアが印象的。矢継ぎ早の車種展開でユーザーのニーズを受け止め順調に生産台数を伸ばし、スバルの屋台骨を支える主力車に成長する生産台数は約40万台。面白いところでは77年アメリカで発売されたスバルブラッドご覧の通り2シーターのピックアップトラック。2ドアセダンがベース。アメリカの若者の間では昔からパーソナル用でピックアップトラックが人気だった。70年以降は安くて経済的で故障知らずの日本製ピックアップトラックが人気を集めたのよね。当時アメリカは輸入トラックに対して 25% の関税を課していた。そこでスバルはこの関税を逃れるため苦肉の策に出る。なんと2台にプラスチック製のシートを後ろ向きに2脚取り付け、これはピックアップトラックではなく4人乗りの乗用車と言い張って輸入を認めさせた。ブラッドの意味は悪ガキやんちゃ坊主。確かスバルって安全を最優先する会社でしたよね。これじゃ悪ガキやんちゃ坊主のレベルを超えてる。やからじゃない。面白いじゃないか、いいぞスバル。8年間の長きにわたり生産された初代レオーネ。苦しい台所事情の中、最小の投資で最大の効果を上げようとし、その中でユーザーの依頼に真摯に向き合い、それが現在、他社にはないスバルの財産になっている。スバル戦から出場しているラリーも純ワークスではないが国内から海外の冒険ラリーに活動範囲を広げ、種をまき続け、一見地味な初代レオーネだが果たした成果は非常に大きくレガシーインプレッサへの基礎となる車として進化し続けた。そして79年に2代目にバトンタッチする。最後に有名中古車サイトで初代レオーネを検索したところ1台だけヒット。レオーネ RX1.6 リッター75年式価格は ASK。気になる方は覗いてみてください。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルが面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではでは。